探しましたよ、椿弥生中尉。響さん、いえ、琥珀隊員。あなたに課せられた任務は神如月隊員の捜索だったはず。それがここで何を？私は本来の役目に戻ります。本来の役目とは何でしょうか？死神を葬ることです。神楽様はそのような命令は出していないはず。あなたは一体誰の指示で動いているのですか？仕方ありませんね。あなたが反逆罪を犯す前にここで止めさせていただきます。なぜですか、弥生ちゅうい。ごめんなさい、響さん。気のせいかしら、何かが。やっぱり今までとは何かが違う。もしかしてここが正解なの？だったらどこにいるの、ラグナ・ザ・ブラッドエッジ。椿か。椿、その兵装は。はい、このゼロ式いざよいのおかげでなんとか影響を免れています。やはりジンニー様もご無事だったのですね。当然だ。僕にはまだやらなければならないことがある。それはラグナ・ザ・ブラッドエッジを殺すことですか？その通りだ。それから冥王イザナミを抹殺する。しかしジン兄様はまだお体が。問題ない。この世界にはノエル・バーミリオンがいる。ならばここが当たりである可能性は高い。ごめんなさいジン兄様、あなたを行かせるわけにはいきません。これは僕の使命。邪魔立てするというのなら椿、たとえお前であろうと切るぞ。腕を上げたな椿。やはりそんな体のあなたをあの男に合わせることはできません。ここから先は私が引き継ぎます。待て椿。あなたの代わりに私がラグナ・ザ・ブラッドエッジを殺します。やはりここですか、死神。ん？お前それ封印兵装。気のせいか、どこかで見たような。私は統制機構の第四魔導士団所属、椿弥生中尉。正義の名のもとに死神、ラグナ・ザ・ブラッドエッジ、あなたを断罪します。待て、ラグナだって。おい、俺はラグナっていうのか。そう、あなたのエンブリオンに影響を受けて。でも、うわ、いきなり何しやがる。私はこれ以上ジン兄様に苦しみを背負ってほしくないの。だからごめんなさい、世界の絶対悪ラグナ・ザ・ブラッドエッジ、あなたは私が倒します。うわ、ちくしょう。ここまでよ死神、もう終わりにしましょう。クソが、わけもわからねえまま死んでたまるかよ。無駄よ、あなたが悪である以上
あなたを倒す以外に道は残されていない。あなたが生きている限り世界に平穏は訪れない。だから。あ、何者ですか。驚いたわ、私の存在を感じ取るなんて。こうして間近で見るのは初めてだわ。それがイザヨイの本当の姿なのよ。あなたはファントム。この姿で会うのは初めてね、椿弥生。私はナイン、僕英雄ナイン。あなたが。答えなさい、ナイン。ラグナザ・ブラッドエッジをどこへやったの。教えられないわね。今はまだ彼を殺させるわけにはいかないのよ。黒き獣を倒した六英雄であるあなたなら、あの男がいかに危険な存在か理解しているはず。そうね。でもまだあの男には利用価値があるの。だから諦めなさい。ふざけているの。まさか。それよりも今はあなたに興味があるわ、椿弥生。私に。そう。だからまずはあなたの資質を私に見せてもらえるかしら。これが真のイザヨイ。面白い力だわ。あなたの狙いは何。このエンブリオで帝と共に何をするつもり。狙い。そうね。あなたのそのいざ酔いであるものを排除してほしい。笑せるわね。私があなたの頼みを聞くとでも思う。そのものを倒せばラグナザ・ブラッドエッジを抹殺することも、あなたの夢を叶えることも可能よ。何の話。簡単な話よ。あなたが本当にラグナザ・ブラッドエッジを倒したいのであれば、世界が滅びを迎える前に、帝、いいえ、冥王イザナミをその手で倒しなさい。どこかにラグナザ・ブラッドエッジも転移させられているはず。早々に見つけなければ。そのことだけれど、少し待ってもらえないかしら。あ、レイチェル・アルカード。待つとはどういう意味。事情が変わったのよ。ラグナにはまだ果たしてもらわなければならない役目があるの。今はまだ彼を殺すべきではないわ。理解しかねるわね。彼の存在は世界にとって脅威とあなたも認識していたはずよ。今さら殺すなと言われても到底受け入れられないわ。むしろあなたが情にほだされたのでは。そうではないと証明できる。仕方のないかな。少し付き合ってあげる。あなたのそのまっすぐなところ嫌いじゃないもの。なぜそうまでして弱った身を挺してまでラグナザ・ブラッドエッジを殺させたくないというの。
言ったでしょ。それが必要だからよ。あなたはこの世界のことを理解しているはず。今倒すべきはラグナではなくイザナミだわ。そのためにノエル・バーミリオンを探しなさい。ノエル？鍵を握るのはこの世界から消えてしまったあなたの親友よ。おやおや、これはこれは椿弥生注意、奇遇ですね。どうしたんです、いざ酔いなんて持ち出して。狭間隊、あなたこそここで何を？諜報部の任務ですよ。詳しくは言えませんけどね。狭間隊は元の世界の記憶を持っているの。今の段階ではテレビの気配は感じないけれど。お一人なんですね。今日は大事なお友達は一緒じゃないんですか？間違いない、こいつはあの狭間だわ。狭間大尉、あなたをここで断罪します。いきなり何するんですか？無知を装っても無駄です。あなたは覚えている、元の世界のことも自分が何者かも。あらら、いざ酔いの目はごまかせませんか。ひとまず退散させてもらいます。待ちなさい。何、強い気配、伊吹殿の方だわ。何かある？やれやれ、あなたの助言通りにしたらひどい目に遭いましたよ。それで彼女は使えそうですか？そうですか、それは何よりです。やはり来たか、椿弥生。やはり。では薄面様もこの大きな力を感じて。この感覚は一体何なのですか？もしご存知ならお教えください。その前に一つ確かめねばならないことがある。確かめる？何をですか？お前の資質を。やはり椿弥生、お前にはいざ酔いを扱う才のほかにもう一つ資質を備えている。ジン・キサラギの力が弱まったことで、その力がお前にも芽生えようとしている。ジン兄様の力、それはまさか。秩序の力だ。これはさっきも感じた強い力。来たか。ここは転移させられたのね。あなたが私を呼んだの、帝。いえ、冥王イザナミ。さよう、歓迎するぞ
椿弥生。一体何のために？あなたの目的は何？そちにこそこの青はふさわしいと思ってな。なんなら特別にくれてやってもよい。青を手に入れればこの世界を自分の願望通りに作り変えることができよう。何もかも思うままだ。試してみようとは思わぬか？残念。今さら私があなたを信じると思う？あの時のこと忘れたとは言わせないわよ。それに今の私にはそんなものは必要ないわ。自分の願望よりも優先すべきものがあるもの。ほう、それは何だ？決まっているでしょ。あなたの死よ。なぜ？万物に死を与える兵装とて、死を司る世を殺すことはできない。だが世界を都合よくねじ曲げている存在なら、その剣でほふることもできよう。この世界が歪められているというの？その通り。そしてそのものを消してしまえば、そちの願望は現実となるだろう。慕う男のそばに長く仕えることもできる。私は。聞くがよい。いや、知るがよい。これは世界の真実。世界をねじ曲げているのはそちのよく知る人物だ。まさか、まさか。ノエル・バーミリオン。あの者を殺せば世界の歪みは正される。そしてそれができるのはいざよいを手にしたそちだけだ。さあ世界を正せ、断罪者よ。世界の秩序を守るにはそちが必要だ。椿か。このような形でジン兄様の前に立ちたくなどありませんでした。ですがこのことを見過ごしてあなたを行かせるわけにはいきません。たとえあなたが選んだ道でも、世界のためであったとしても、ノエルを排除させはしない。今さらお前に言葉を重ねても意味はないだろう。だが僕も自分の選んだものをたやすく曲げるわけにはいかない。僕は秩序の力を持つ。世界の秩序を保つべく戦わねばならない。世界の秩序のためにノエル・バーミリオンは不要だ。ジン兄様は世界の秩序などではなく一人の人です。そしてノエルも。私は椿弥生として友達を守ります。なるほど、お前の覚悟は本物のようだ。この調子でどちらかが力を使い果たすまで戦いを挑まれそうだ。もちろんそのつもりです。悪いな、
それは僕にとっていささか都合が悪い。一度引く。ジンニー様、引くだけだ。勘違いするな。そして僕を退けたとしてもそれだけでは済む。今や世界中の人間がノエル・バーミリオンを狙っていると言っても過言ではない。それも覚悟の上です。それでも私は友達のために戦います。その格好、もう手段を選んでいられないもの。ノエルは今や世界中の人から命を狙われているも同然。あの子を守るには力が必要だわ。だけど大丈夫なの？いざ酔いの力は、前は椿から視力を奪おうとしたんだよね。いくら本当の力を引き出せるようになったとしても危険なものであることには変わりないんじゃないの？心配しないで。それにあれは私の心が弱かったのよ。もうイザ酔いにもイザナミにも飲み込まれたりしないわ。お願いだから無理ばっかりしないでよね。椿ってばすぐ頑張りすぎて自分のことをおろそかにするから心配だよ。ありがとう。誠には昔から心配かけてばかりね。え、ちょっとやめてよ。いいってそんなの。友達でしょ。友達よ。大切な。だから二人で守りましょう。私たちの大事なもう一人の友達のこと。もちろん。ねえ椿、ちょっと運動に付き合ってくれないかな。ノエルを狙う奴らをみんなぶっ飛ばしてやるんだから。そうね、私からもお願いするわ。自分の力がどれほどのものなのか今のうちにちゃんと知っておきたい。よし、こんなもんでしょ。軽く動いたらちょっと体が軽くなった。ありがとう椿。私もいい感じに集中できたわ。それじゃノエルン捜索といきますか。どこで誰に追われているかもわからないわ。早く探して助けてあげましょう。やっぱりここにいたのね。探したのよ。椿。ゼロ式いざよい。あなたまで。そんなどうしたの？いけない、精神の波長が乱れているわ。落ち着いてノエル、私はあなたを。やめて、お願いやめて。来ないで、私戦いたくない。椿と戦うなんて嫌だよ。なんでこんなことになっちゃったの？私は何をしたの？どうして私が生きてたらいけないの？死にたくなんかない、殺されたくなんかない。みんなが私を嫌いなの？コントロールできていないんだわ。このままでは自分でもわからないうちに飲み込まれてしまう。あの時の私のように。ノエル、必ず私が連れ戻すから。今度は私がノエルを助ける番。ゼロ式出航します。ズバキ。ノエル、しっかりして。私ごめんなさい、頭が混乱して。椿のことも
よくわからなくなっちゃってて。いいのよ、もういいの。あなたが正気に戻ってくれたのならそれで十分だわ。さあ、まずは安全なところに身を隠しましょう。マコトと合流してこれからのこと。白明様、椿弥生、稲伊沢弥生、その身とノエル・バーミリオンの命もらい受け。白明様、あなたまでノエルを排除することで世界を変えようとおっしゃるのですか？私が求めるのは世界にはびこる悪の消滅。そのために必要ならば誰の命であろうと尊厳であろうと犠牲にすることにためらいはない。猶予のない世界だ。私はここで全てを終わらせる。そのためにイザヨイを使わせてもらう。イザヨイを？お前の意志は問わない。我は空、我は光、我は人。この身は全ての悪を滅するがための一振りの剣なり。我が名は白面、押して参る。たとえそれが白面様の求める理想であり使命であっても、私はそれを正しいとは思えません。あなたのやろうとしていることは間違っています、白面様。全てを終わらせる。あなたは先ほどそうおっしゃいました。それは白明様が以前口にしていた己の罪のことなのですか？お前が知るべきことではない。必要がなければそれまでのこと、真に私に必要のないことなのかは私が自分で判断します。知ればその分お前を死に近づける。我が罪とはすなわちそういうもの。我欲で己を滅ぼしたいか。敵が重い。でも私だって譲れぬものがあってここにいるのです。あ、何？集まってくる。これは青。己、結城テルミの差し金か。離れろ椿弥生、青に触れるな。白明様、あなた。